皆さんおはようございます。月曜日に何かここにいた気がするんですけど、気のせいでしょうか。何やってんだろうね俺ね。なんかね、新宿、渋谷、梅田みたいな、なんか大体9月の終わりに来たでしょ。1時間だけですけど、で先週来たでしょ。で月曜日の日付変わってすぐにサンライズで大阪出たじゃないですか。でなんで金曜日の朝にまた梅田にいんのっていう話ですよね。でただ今回はここが目的地ではありません。昨日新宿からですね、23時45分のバスで、先ほど梅田に着きました。で、あれ？俺また、ちょっと待って、ここちゃうのかな？ん？ここセブンやろ？あ、いいんだ。こっち御堂筋口の、オッケーオッケー。すいません、独り言です。ただ今はね、大阪の梅田にいるんですけど、こっからまだ移動なんですよ。なんとかね、午前中に着けばいいかなっていう感じで。ただね、一週間でまあ、2回ね、来ちゃいますかね。黒幕何考えとんねんっていう話で。正真正銘の、大阪駅です。大阪駅です。もうなんかね、感動も何もなくなりましたね。そのうちスーツくんみたいにね、サンライズ乗るのが別荘みたいとかね、言うてみたいですね。ちゃんと証拠お見せしますね。でもの、今乗り換えで大阪にいてるだけで、はい、ヨドバシ梅田。ヨドバシ。はい、ヨドバシ梅田の向こうが、もうこれでね、これダメか。拡大できんのかな。これが精一杯か。こっちに新阪急ホテルの大阪梅田駅って書いてるのがあります。はい、ちなみに今の時間はですね、7時35分です。7時35分です。もうぼちぼち通勤も始まって人も多くなりかけてるので、ちゃっちゃとね、僕も次の目的地に向かおうと思います。はい、大阪駅です。まだでもね、正解は出てないですね、さすがに。ということで、ありがとうございます。